ソコンとか全然詳しくないんだけど、パソコンを毎日使ってる普通の人、まあ、その程度の知識しかないんだけどさ、まあ、設定の仕方とかっていうのはさ、まあインターネットとか見ればなんぼでも出てくるじゃん。ドライバーの先って磁石つければ磁力化するんじゃなかったっけ？ここは別に外さなくてもいいやつ。いつもパソコン使っててさ、こうたまになんか不具合とか起きるじゃん。よくわかんないエラーとかさ、今まで使えてたのに使えなくなったとかさ、今までできてたのにできなくなったとかさ、なんかちょくちょく不具合起こるけどさ、設定の話じゃないやつね。あとここ？ここ3つ取んの？お、これ正解？とりあえずこのケーブル外したっしょ。とりあえず見えるネジ外しとくか。危ね、危ないじゃんねこれ。下手したらちぎっちゃうじゃんねこれ。このケーブルは外しておくしょ。意外に繋がってるケーブル多いねこれね。だるいね。これも外さなきゃなんない？あとここでしょ？この赤いケーブルはどこに繋がってんだろうね。これ？こいつか。一緒か。あとこの二つでしょ？ここと、ここ二つ外しました。あと繋がってて切れちゃったりしないよね。いけそう。いけそうな気がする。で、これ外れました。多分こいつがハードディスクでしょ？あ、これ横にスライドさせればいいのかな？こう刺さってっからこっち側にやればいいの？何時？アマゾンで安い SSD を買っといたから、これに交換すればいいの？ゴムのこれ必要なんでしょ多分。これを剥がして、でこいつにくっつけてあげるでしょ。あ、なにこれ逆？こっちが上なの？こうこうか。逆にしないとなんないじゃん。で、横にスライド。で、横にスライドさせてあげれば、で、これはめ込んでおけばいいんでしょ？こう。で、これさして、乗っけるっしょ。なんかパソコンの設定とかってさ、別にインターネットで調べてばさ、なんぼでも出てくんじゃん。なんかこの音量、ここの音量を消したいとかさ、なんかパソコンで不具合があったとしてもいっぱい情報出てくるじゃん。不具合あった時のなんか対処法7つとかさ、何々のメッセージが出た時の対処法5つとか、なんかいろいろその不具合があった時どうしたらいいかっていう方法がさ、ネットで調べたら出てくるけどさ、大体治んなくない？あれ何なんだろうね。さっきのさ、こいつの Windows アップデートのエラーとかあるじゃん。
あれもさ散々インターネットで調べてさその通りやったけどさ、このエラーが出た時の対処法でさ、記事載せてる人もさ人によってやり方違うんだよな。何個か方法を載せてるんだけど、人によってさ被ってたりさ、なんか5個中3つ被ってるけど2つは違うとかさ、結局何が正解なのって思っちゃうんだよな。このケーブルってこんなに邪魔くさかったっけ。まあいいよ、繋がってりゃいいか。さっきの Windows アップデートの話だけどさ、ネットですげえ調べてさ、もう多分全部やったんだ。早い話、もうそのインターネット上にあることはもう全部やったんだけどさ、結局解決しなくてさ、なんかそういうの多くない？なんかデスクトップのパソコンは毎日使ってんだけどさ、 SD カード差し込むところがさ反応しなくなってさ、インターネットで SD カードスロットが反応しなくなった時の対処法みたいのを調べたんだけどさ、全部やっても結局解決しないのね。で結局なんか何日かしたら勝手に治ってたみたいなさ、何なんだろうな。俺の勝手なイメージなんだけどさ、パソコンってさこう設定とかで治るもんってさ、別にそれは設定じゃん、設定の話だからさ、別になんぼでも設定いじればその設定通りにはなるけどさ、エラーになった時って大体治んなくない？何なんだろうな、俺だけなのかな。エラーになって再起動とかして治らないエラーってさ調べても治んなくない？あんまりパソコンに興味を持てないのはさ、エラーになった時にスッキリしないっつうのが嫌だよな。解決しないじゃん、スッキリ解決しないからもうあんまり好きになれない、あんま興味持てないよね。あれ、ちょ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 、あれこれどこ行ったのこいつ。さっきここつける時になんでこのケーブル被ってんだろうって思ったけど、これね、このケーブルがここに繋がるからなんか違ったんだ。まあいいや、これつけとくしょ。このハードディスクを SSD に変えたけど、これ俺が一番よく分かんないのがさ、もしかしたら俺がパソコンに興味がないからさ、俺だけが分かってないのかもしんないけどさ、 Windows 10自体はさこのハードディスクに記録されてるんだよね多分ね、っていう俺の認識なんだけどさ、でさこれ SSD に変えちゃったでしょ、ってことはさこのハードディスクの方に Windows 10って記憶されてるわけじゃん。それを交換しちゃったからさ、これ Windows 10自体はさもう一回インストールしないとダメなの。まあ、5、6年前ぐらいにデスクトップのパソコンのハードディスクが壊れたわけですよ。だからこの別のハードディスクを買って交換したんだよね。でただ交換しただけだけど Windows 10は起動したわけですよ。あれ何なんだろうね、もうよくわかんないんだよな。何か特別なことをしたっていう記憶がないんだよね。ただハードディスクを交換しただけで Windows 10自体は起動したんだけどさ、あれってどういうことなの、もう全然わかんないんだけど。俺の記憶違いなのかな、俺の記憶が間違ってんのかな。 Windows 10のインストールとか した記憶がないんだけど、なんか忘れちゃったのかな、実はしてたとかそういうことなのかな。ハードディスクを SSD に交換しただけでしょ、だから前と、まあ、やってることは一緒じゃん。でとりあえずバッテリーつけてみるでしょ、電源入れてみます。まあこうなるよね。でどうすればいいのこれ、起動メニューよくわかんないんだよな。1番押しちゃっていいの、1番押したところでよ。だから何かしらしないと Windows 10はにはならないって話でしょ。終了、あそれ多分どうせこうなるんだろうなとは思ってたから、なんかインターネットで調べて Windows 10をインストールするやつでこいつから起動するんだよみたいなことを書いてたから、それをやってみたらいいんでしょ。接続しました、何どうすればいいのこれ、一回消した方がいいの、なんか変なことしちゃった、ちょっとよくわかんない、調べるわ。なんかよくわかんないんだけど、さっきあの後一回電源切ってこの再インストールするやつを挿した状態でもう一回電源入れてみたんだよね、そしたらなんかこの画面になったわ。なんか特別なことしないでもよかったわ、ただ電源入れただけ。とりあえずやってきゃいいの、進んできゃいいのこれ。これはね正しいやり方なのかな。プロダクトキーがありません、ないよ多分。なんだこの3択の選び方って何なの、同意しますっていう選択肢しかないんでしょ。
ね、これね、どっちどっちなの、ね、これでいいの、上にあるから。何これ戻ったんだけど。じゃあね、さっきのアップグレードはダメなんだ、カスタムじゃないと。何なのその違い。何、インストール場所を選んでください。これでしょ。アカウントを追加しないとダメなの？メールアドレスとか電話番号なんてそんなねえってな。再起動が必要です。とりあえずこれで OK？ じゃあ電源切るか。とりあえずできるにはできたけどさ、このパソコン自体がさ、もうどうでもいいパソコンで、何年かぶりにちょっと電源入れてみたらさ、この Windows アップデートするのにさ、マジでなんか 4,5 時間ぐらいかかったんじゃないか。もともとこのパソコン自体がすげえ遅いっつうのもあってさ、それも相まってなのかもしんないけど、その挙句さ、変なエラー出ててさ、なんなのって話だね。で、そのエラーを解決しようと思ってさ、インターネットでめっちゃ調べてさ、いろんな方法やったけど結局解決しないのね。電源入れます。もう早いね。パソコンの分解とかさ、組み立て自体はさ、そんな難しくないけどさ、設定とかめんどくさいよね。アカウント何個作んないとなんないのって話でさ、アカウント1個作んのにメールアドレスと電話番号とパスワードとか、まあ、ありすぎて覚えてないよね。 iPhone にもアカウント必要でしょ。でさ、なんか一つのアカウントとかさ、同じパスワードでやってたら、セキュリティがとか言ってさ、全部書いてたらさ、8文字以上の半角英数字みたいな、パスワードとか覚えてないでしょ。13桁の半角英数字のパスワードとかさ、もう何十個あんのよって話でさ、メルカリ、ラクマ、ヤフオク、ローソンチケット、 E プラス、ピアチケット、ネットバンキング、宝くじ、フェイスブックとかさ、ツイッターとか、アマゾン、楽天、出前館とか、ウーバーイーツな、まあ、アカウントありすぎてもう覚えてねって。もう管理しきれないでしょ。俺は一応全部書いてんだけど、やっぱね、覚えきれないからね、もうエクセルにメモっちゃってるよね。あれで全部のアカウントとパスワードとか覚えてる人なんてもう普通に天才だと思うけどな。超記憶力の天才じゃんね。そんな感じで SSD に交換するのは成功したけど、パソコンいじってる人すごいと思う。パソコンの分解自体はそんなに難しくないけどさ、この設定とかさ、エラーを解除するとかさ、時間もかかるわけでしょ。なんかサクサクやってる人とかすごいよね。ま、そんな感じで。